皆さんこんにちは。今回は前回からの続きとなります。前回からビートルズのアルバムアビーロードについてのお話をしているのですが、後編となる今回は B 面にあたる7曲目から解説していこうと思います。では行きましょう。7曲目、 Here Comes the Sun。 ジョージの作品でメインボーカルもジョージです。私の中ではこのアルバムのベストトラックです。やっぱりジョージ大好きな私はこの曲もビートルズ全体の曲の中でも上位に入れざるを得ません。アコースティックギターがメインとなるイーグルスやジャクソン・ブラウンみたいなウエストコーストロック風な雰囲気の漂う曲です。さらにシンセサイザーを使うことによって時代を先取りした感じがするところもポイント高いです。なお以前私が投稿した私の好きなビートルズの曲ベスト20では第3位になりました。では次行きましょう。8曲目、 Because。 ジョンの作品でジョン、ポール、ジョージによる合唱です。好きな順に並べると12位です。ベートーベンの月光にインスパイアされたバラードで神秘的だけど微妙に不気味さが含まれているところがジョンらしいと思います。では次行きましょう。9曲目、 You Never Give Me Your Money。 ポールの作品でメインボーカルもポールです。好きな順に並べると5位です。プログレッシブロックのような曲調が目まぐるしく変化していくタイプの曲で、ピアノをフィーチャーしたバラードで始まり50年代のロックンロールのような感じになって最終的にはサイケデリックな感じになります。歌詞はレコード会社の経営危機にインスパイアされたものです。このアルバムはこの曲からメドレー形式に突入します。では次行きましょう。10曲目、サンキン。ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。好きな順に並べると15位です。Here Comes the Sun のセルフパロディみたいな始まり方をします。コオロギの鳴き声が入ってて、夏の終盤の夜に涼しい風が吹き込んでくるみたいな爽やか系バラードです。ちゃんと作り込めば名曲になってたかもしれないような雰囲気は漂ってるのですが、演奏時間が短いこともあってあまり印象に残りません。あくまでもメドレーの一部みたいな印象です。途中でスペイン語で歌われる箇所があります。では次行きましょう。11曲目、 Me Mr. Mustard。 ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。好きな順に並べると13位です。この曲も演奏時間が短くてメドレーの一部という感じですが、ギターは割と歪んでてミディアムテンポでノリがいい部類だと思います。では次行きましょう。12曲目、 Polythene Pan。 ジョンの作品でメインボーカルもジョンです。好きな順に並べると8番目です。 Me Mr. Mustard の続編で歌詞に登場するパンという人物はミスター・マスタードの妹という設定らしいです。これもメドレーの一部という感じの短い曲ですが疾走感があって好きです。なんとなく初期のザ・フーがやりそうな曲調です。では次行きましょう。13曲目、 She Came In Through The Bathroom Window。 ポールの作品でメインボーカルもポールです。好きな順に並べると14位です。疾走感のあるポリフィンパンとは対照的にゆったりとした曲です。ポリフィンパンからこの曲になだれ込む瞬間は非常にかっこいいです。では次行きましょう。14曲目、 Golden Slumbers。 ポールの作品でボーカルもポールです。コーラスはなくポールの独唱です。好きな順に並べると6位です。ピアノをフィーチャーしたバラードです。この曲も短いですがメロディーが心に染み入ります。では次行きましょう。15曲目、 Carry That Weight。ポールの作品でメインボーカルもポールです。
きな順に並べると11位です。軍隊の行進曲のようなどっしりとした曲です。途中で You Never Give Me Your Money のメロディーが再利用されているところが、プログレッシブロックやクラシックの組曲っぽい感じがします。歌詞はポールからビートルズへの決別宣言のような感じです。では次行きましょう。16曲目、 The End。 ポールの作品でメインボーカルもポールです。好きな順に並べると10位です。このアルバムを通して聴いた場合はこの曲がクライマックスと言えるのですが、この曲を単品で聴きたいと思う機会は意外と少ないのでこの順位にしました。まさにビートルズというバンドの有終の美を飾る曲だと思います。ドラムソロを苦手とするリンゴのドラムソロが聴けるし、ポール、ジョージ、ジョンの順でギターソロが聴けます。では次行きましょう。最後を飾る17曲目、 Her Majesty。 ポールによるアコースティックギターの弾き語りで、実質的にポールのソロ作品です。ポール以外のメンバーは作曲にもレコーディングにも参加していません。好きな順に並べると最下位になってしまいます。演奏時間は23秒です。演奏時間が短すぎて消化不良と言わざるを得ないです。 I want you は嫌いな部分もあるけど、その代わり好きな瞬間もあるので最下位は免れました。この曲は不快な瞬間はないのですが、良いと思う猶予すら与えてもらえずに気づいたら曲が終了してしまっているので最下位になってしまいました。食後に味の薄くなったお茶を飲むような感覚で聞く感じになってしまいます。では今回はこんなところにしておきましょう。チャンネル登録、高評価などしていただけるとありがたいです。それから私はこの動画を洋楽好きの皆さんにとっての情報交換の場にできたら嬉しいと思うので、コメントもお待ちしているのですが、コメントに関して私の方から一つだけお願いがあります。コメントは原則として敬語でお願いします。誠に勝手ながらタメ口はご遠慮お願いします。年齢とか私との親密度とかは関係なく一律で敬語でお願いします。私とリアル知り合いの皆さんも申し訳ないのですが、この場では敬語でお願いします。日本には敬語という素晴らしい文化があるので大切にしていきましょう。極悪人のフリーザ様だって敬語が使えるんだから、皆さんなら余裕で敬語が使えるはずです。それではまた次の機会にお会いしましょう。お疲れ様です。